八幡台は、かつて、東日本旅客鉄道と、IGR 岩手銀河鉄道が、森岡駅大館駅間を岩手、銀河鉄道線、花輪線経由で運行していた、快速列車である。森岡と秋田県各地を結んだ急行、米城を引き継いだ列車である。徐々に運行本数が減少し、2015年3月のダイヤ改正をもって、廃止となった。 廃止時点では一往復の運行で、森岡駅が昼間時、大館駅が夕刻に設定されていた。森岡駅、青山駅、栗屋川駅、菅駅、滝沢駅、渋谷駅、高馬駅、大武家駅、平立駅、松尾八幡台駅、マイナス安彦玄関や原屋新町駅、田山駅、湯瀬温泉駅、数野花駅、戸和田南駅、大滝温泉駅。 大喜田駅東大館駅大田駅停車駅、急行、米城と、その後継の快速列車に使用された、キハ58.28系機動車。花輪線線電駅に停車中の大宇本線への快速列車。ただし、機動車を使用。上野タイアス飛行玄関発の新大急行登場、JR 東日本スキー客用に設定。交通新聞、P3、富山勝彦。 鉄道記録帳2002年11月、レールファン第50巻、第2号、鉄道友の会、2003年2月1日、20ページ。2015年3月ダイヤ改正、JR 東日本森岡支社、2014年12月19日。ありがとうございます。